よかったらですね、みんなで、はい、一緒に歌っていただきたいし、ね、いい機会なのでフラダンス一緒にやってみたいっていう方いらしたら、どうぞやってみませんか。やってみませんか。結構簡単に今日覚えれますね。この2人がやりたい。よし。ザリガニ釣りはちょっと後にしてザリガニ釣り、みんなザリガニ釣ったことありますか。ありますか。あー手が上がりますね。ザリガニ釣り結構楽しいんですよ。楽しい。あ、今ハマるんですけど、ね、野生のザリガニ、うん、多分ね、持ってこられた2人が一番ハマってるんですよ。あ、いっぱい。こんばんは。いらっしゃい。ありがとうございます。ザリガニ。じゃあね、お花、こうやって皆さん、はい、つぼみを作ってください。はい、はい、これがお花です。こう花は咲くって上に手を上げてたら、ちょっと違うな、つぼみだな。つぼみ、つぼみ、うん、つぼみ。これを上に上げて花が咲いたっていう意味です、はいはい、フラはね、全部手話の要素なんですね。すべて歌のね、歌詞の意味のね、ストーリーをね、手で表してます、うん、体でね、表してます、はい、では最後みんなで一回練習してみますか。お花、お上手。はい、一回練習してみましょう。サビの部分いってみましょうね。はい、お願いします。
お楽しみください。みんな踊ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、まひまひの皆さんでした。部長まだ、はい、あのザリガニフラがすごく良かった。そうありがとうございました。ザリガニ踊り、ちょっと水拳出てみます。水拳、あのハワイだけにロブスター踊りで、ロブスターにしとってください。ザリガニよりもね。それですね。下関は、某金谷園のお茶屋さんのケンちゃんでした。こんな人とは思いませんでした。びっくりしました。もうザリガニが取り付いとるんやないかと思って。1回300円、ロブスター。今お客さん何人来たんかな。まあ、だいたい今日ははっきり言いましょうね。皆さんのために出店料5000円なんですよ。はい、で1回15分で300円だよな。今日何人来たんだ。とりあえず4人です。4人、資産の1200円、5000引く1200円、3800円赤字です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうね、そんなことめげずにもう楽しんでくれるケンちゃんでした。そして前そのね、あのケンちゃんの踊りを、バックアップしてくれましたマヒマヒの皆さん、ありがとうございます。そうです、ごめんなさい。はい、マヒマヒの皆さんにもう一度素敵な盛大な拍手を。よかった。人工地盤も良かったですけど、ここも良かったでしょ。良かった。こっちの方が、こっちの方が良かった。わー、もううまいな。ありがとうございます。もうほんとカラトの街をね、ハワイ一色に染めていただきました。今日はなんか沖縄に染まったり、ハワイに染まったり。はい、今からですね、今7時半ぐらいかな、時間。